I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming when I'm coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now. But they all disappear. ただいま。ザギンのロフト行ってきたぜ。ロフトじゃないな。間違えた。無印だぜ。よしよしよし、ノノ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 くれたんだよね。はい、もちろんでございます。最近食欲がやばいからさ。もちろんですよ、お客様。ですよね。ということで本日は銀座のロフトに来たので、そちらで買ったものを紹介したいと思います。見てください、袋ザギンって書いてありますよ。銀座じゃん。ザギンって無印良品がザギンって書くわけないじゃないですか。それでは紹介していきます。文房具も買ったんですけれども、お菓子系をたくさん買いました。食べ物大好きなんで、まずはこれリピで買ってるんですけど、こちらジレン、またクレンジングでございます。またさ、1回どんだけの量使うの。いや、でもこれ1ヶ月ぐらい持ちました。私これの好きなところとしては、香りが大好きです。柑橘系の香りが大好きで、久しぶりに聞いたわ。柑橘系が大好きで、先月の前の多分ね、1動画で好き1回打ってたよね。柑橘系が大好きで、柑橘系が大好きでって言ったんですけど、まあこちら柑橘系の匂いがしてですね、めちゃめちゃ洗っていて楽しいので使ってます。私最近さ、お腹周りも、うん、足周りも、うん、顔周りも、うん、全部にお肉がつくような年になってきてまって、最近私ちょっとだけいつもより食べないようにしてるんですけども。どの食をですか？夜にお菓子食べてましたけど、どの食を食べないようにしてるんですか？お菓子とか、いつもよりは減らしてるんですけども、こんな持ってこられたら食べてしまいますよね。ということで、明日からダイエットします。出た。なので今日はいっぱい食べちゃいます。何それ？いい女いるよね。いい女だから。てかあなた全然我慢してないよ。昨日も夜バリ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 食べてさ。してないよ。じゃないの？一袋で我慢して。我慢って言いません。食べないことが我慢ですから。昨日マミコにも言ってたよ。あら、もう身長伸びないから横に大きくなるよ、言われてました。私は逆に褒められるようになって、お菓子食べないから、あなたは細いわね、あんたも食べたら太るからね、夜食べちゃダメよってよく言われますけど、食べてます。そもそも多分夜寝ればいいんだけどさ、うちら寝ないから。そう、寝ない分夕食から時間が経つとお腹が減る。なんでライトつけてんの？かわいいじゃん。何ライトつけてんのよ。次いきます。こちら、あー私苦手だよ、種なし干し梅。これは甘いとか酸っぱいとか何も書いてないので、甘い甘い恋のママペーパーポー、ママペーパーポー。これはどんな味がするんでしょうか。考えただけでしょっぱい、ここが痛くなる。食べます。甘いかしょっぱいか。しょっぱい。美味しい。無印って体にいいものが多いんですよ。だから甘いものを使わないっていう、もう梅干しそのものの素材を楽しめということで梅干しでした。次、今桜の季節で桜商品がたくさんあったので、桜商品たくさん買いました。こちら桜のクリームサンドクッキー。ごめんなさい、値段寄せてたんですけど、知りたいですかね、桜ってどんな味なんだろうね。食ってる。これ750円。今日は家でお留守ましたの で、その桜のクッキーを2、3、4つ買ったんだけどな。あった4つ買ってます。でしかも今日銀座行く前にスタバに行って桜ラテ飲みました。桜咲いたよラテ、面白い名前だよね。ジャンプの曲みたい。合わなかった。合わなかった。めっちゃ美味しい。クリームがクリームっていうより、なんていうの、バター。ほらこれ見な、桜の葉を練り込んだクリーム、桜の花をトッピングしたクッキングサンドケーキみたいな。普通にこれ美味しい。パピコは桜大好き体質症候群で、今日もスタバでその桜だって飲んだんだけど、通年でやってほしいわって切れてましたね。はい、切れてるの？切れてないっすよ。なんかしょっぱいんだよね。
マジ？うん、まあ、酸っぱいんだけど、魚餅とか好き？僕だってこれしょっぱいのね。そうなんですよ、しょっぱいから周りのクッキーが甘くってめっちゃ美味しい。続いてパペコはこちら桜まんじゅう390円買ってました。まんじゅうです。これ食べてお腹いっぱいになっちゃうよ多分。いいよ、お腹いっぱいなんだね。8個入ってますね。8個入れて。で、桜商品ラストかと思いきやまだまだあります。こちら桜餅入りミニどら焼きでございます。うんうん、美味しそうだよね。190円。桜大好きすぎでしょって言いながらも自分も買ったんですけど、こちらあれ？こっちの醤油せんべいだこれ。違う、こっちだ。こちら桜のざらめせんべい190円。桜の話出たから。桃だよそれ、色が。笑ってて力が入んないんだよ。で、ちょっとフライングで出てきてしまったこちら醤油揚げせんべい99円。てかさ、ダイソーの購入品紹介とかでもよくお菓子買っているシーンをねお届けしてるんだけれども、パピコ、若者のお菓子とおじいちゃんとかが食べるお菓子ってさ、和菓子っていうんだね。ごめんな、おじいちゃんとかが食べられちゃった。なんて言うんだろう、今のお菓子と和菓子みたいな感じで分かれるじゃんか。今考えるとパピコって結構和菓子系好きだよね。これ桜餅とか好きじゃんか。ポテトチップスとかも超食べるけど、でもせんべい好きだもんね。あ、好きだよね。ピーナッツも好きだよね。そうそう、お酒飲まないんですよ。お酒飲まないんだけど、選別がパパが選んだの。そう、揚げ醤油せんべいとか。パパごめんね、これは私が今日の夜飲んだと一緒食べたいと思います。だから私巻き添えにされてんだよ。で、ほのぼのにお土産はこちら、わわ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 フロンわわ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 わ。え、フロランタン超好きなんだけど、うちスターバックスで半分ぐらいのお湯だっけ。マジ、ちょっと待って、スターのことスターバックスっていうやついる。スターバックスで売ってたのそれ。めっちゃ好きなんだけど、フロランタンが好きなんだよね。だからスターバックスはスターバックスだけどさ、スタバってみんな言うじゃん。でもいるか。スタバ行こうとか言うけど、喋るときはスターバックス。なんならコーヒーまで行っていいの。スターバックスコーヒーに行ったんだけどみたいな。スターバックスコーヒーって言うの。スターバックスじゃないの普通に。ちょっと喋っといて。続いてこれら辺はパピコ洋菓子っぽいけど、安定のフルーツミックスケーキ。安定。1971年にアメリカのシアトルで誕生したスターバックス。日本法人であるスターバックスコーヒージャパン、うん、株式会社ではってことはスターバックスコーヒージャパンだから、ジャパンはスターバックスコーヒーだよ。本当だ、スターバックスコーヒージャパンだ。これがストーリーだ。 Let's go to heaven in the morning party Galaxy Pargo アグロスターバックスコーヒー。おしゃれじゃない。スターバックスコーヒージャパン。ジャパンまではいらない。皆さんも今日からスターバックスコーヒーって言ってくださいね。スタバではありません。これ150円ね、1個で、このシリーズ、あ、またもう1個買ってたわ。4つ買ってるわ。で、私が買ったのはこちら、バナナバウム。これ、ポップでさ、テレビで紹介されましたよって書いてあったんだけどさ、ポップでキュートな世界はメロディー。ヘイ、グッ、ピュー、ピュー、ブルー。じゃあ、バナナバウム。バウムは以上なんですけど、それでもマミコのお土産ね、ブルードネージュ。ん？成城石井が売ってる、こういうやつ。タバでだったやつでしょ。ママが今日食べたいって言ってた。マジ？だからいいと思う。よかった。マミコ、見てる？いつ見てるかわからないけど。見てるかも。見てるかな？聞いてるかな？こっちであるかな？言わなかったけど。来世でもよろしくお願いいたします。ということで、こちらのブルードネージュ買ってまいりました。みんなかっこいい名前だね。バブナーブルーノマーズ。はい、続いてこちらシュレッダーですね。シュレッダーな。ドアこれさ、くるくるするんじゃない。これマーズ。オーマーメンドドレンドドレンドレンドで、これでパスタとかするのか。なんでそれつまんない発想生まれてくるの。ちょっとじゃあ他にもシュレッドしたいと思います。これ2枚までシュレッダーできるらしいんですけど、3枚じゃやろっか。あ、3枚だ。3枚いけるっしょ。ここは回してやっていくみたい。
うわ見てすごい。でしかもこれ置いてあるのが面白くてさ、こうやってやってこうやって置いてあった。かわいい。そう、反対側でもいい。あ、戻したら、あ、ダメだね。パスタだよ。はい、そしてラスト。学校でさ、トウモロコシちゃんです。こちら90円でございます。学校でさ、私の父から食べたやつ。学校にさ、引き笑いする子がいる。最近引き笑いにハマってる子がいるんだけどさ。引き笑いにハマるとかあるの？引き笑いって面白いじゃん。めっちゃ面白くてさ、笑ってる。つまんなすぎて笑ってくるんだけど。私は引き笑いじゃないもんね。どっちが音声聞いただけで泣いているように聞こえるか。じゃあ、いやいや、真っ暗になります。泣いてんのか笑ってんのか分かるから選手権いきます、ね、じゃあまずのんちゃんから。はい。黒幕オーベン。正解は泣いていました。嘘泣きだけどね。これウケる。私は笑ってるわ。どうぞ。ということで、このトウモロコシはめっちゃ美味しい。でかくね。それで90円でしょ。すごくない。え、てかもう今思ったけどさ、こういうのもさ90円なわけじゃん。お安く手頃が、お手頃な額。美味しいよね。それドンキ。これ絶対美味しい。で、ラストなんですけれども、無印座銀はですね、パン屋がついてまして、パンバパン。パン屋さんの買ったものをざっくり紹介していきます。これはくるみとチーズのパンです。あー迷うわ。こちらはトーストです、ね、トーストはここ汚れるから嫌だな。あ、これにする。フロックムッシュ。やっぱりトーストにします。それと多分マミトが好き、練乳の練乳クリームパン。これめっちゃ美味しい。これカレーパン。衣あんまりついてない。これバリうまそうじゃない。アーモンドクロワッサン。それと練乳もう一個が来ました。あと白ママに。ということで授業です。私はこの2つ食べます。ということで本日は無印で買ったものを紹介なんだったんですけれども、合計金額を言いたいんで一応質問を貸してもらいます。めっちゃ好きなんだよねこのさ、真ん中にさこうやって入ってるやつ。めっちゃ好きなんだ。パンだけだと2520円で、こっちの商品とかを買ったら5219円、合計で7739円でございます。よいしょ。めっちゃ買いましたね。めっちゃ美味しい。よかった。無印のパンめっちゃ美味しいです。ということで本日は無印の購入品紹介をいたしました。座銀でですね、私ロフトにも行きまして、ロフトで文房具紹介してますので、ぜひよければ見てみてください。ということで、また今度無印の購入品紹介を見たいよと思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ほのぼのの無印購入品紹介を見たいよと思った人もグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の7番組でお会いしましょう。キャンパイ。バイちゃん。低くなり響く音、透明なの。